はい、いつもありがとうございます。パーソナルブレイクですね。はい、大人気ですね。はい、スターウォーズのライズオブスカイウォーカーのシリーズ2ですね。はい、ちょっと今在庫がもう、なくなってしまいました。はい、20ケースで足んなかったなね。ちょっとあの再入荷させようと今してますんで、もう少々お待ちください。まあね、他のブレイクでも言ってますけど、まあ、トップスさんのホームページにあるので、まあ、在庫がないわけはないと思うんですね。うん、まあ、仕入れられれば価格も変わらないはずです。はい、大丈夫です。その辺は店長。はい、あとはまあ普通にカードをやって人生閉じたいと思ってますから。はいね、ということで、こちらですね、2つ。おいらっしゃたけさんです。いつもありがとうございます。じゃあ一つ一つ開けていきます。いいですか。はい、よいしょ。発送は明日ですね、日曜日です。よいしょ。結構どうなんですかね、新規のお客さんとかも結構増えて、よいしょ、あ、非常にありがたいですね。あ、ちょっと待って、よいしょ。さてこちらのねシリーズ2、まあシリーズ1ももう在庫ないんです。まあシリーズ1も入れれなくはないんですけどね。まあ、次にクロームが控えてますんで。あ、クロームがいつだったかな、7月半ばぐらいには来るのかな。よいしょ。まあクロームが出ちゃうとクロームかなーって気はするんですよね。向こうなんかオーカードっぽいですよね。まあどうなんでしょうかっていう感じですけど、マンダロリアンのね IG が書きそうな、入ってそうな感じもするし、ちょいちょいね、はい、自爆シークエンスみたいな。いや、ちゃんと言ってくれるからあるよね。うん、退避してくださいっていうね、暗殺ロボットなのにちゃんとね宣言してから自爆するっていう、偉いですよね。普通なら躊躇なく爆発するよねっていう。よいしょ。よいしょ。あと2パックですね。はい、じゃあいきます。じゃあ竹さんよろしくお願いします。レギュラーとね、シリアルなしのパラレルインサート等はまあこのままこうやって梱包します。はい、で、ちょっと箱一系のインサートがこのパズルともう一種類あるんで、あとそれとシリアルですね。これは99かな、22番は別にしておきます。暴走モードですね。199。よいしょ。あ、スケッチだった。おお、これいいですね。うん。乗り物系ですけどね。曲がってるね。でもまあ、マーシャさんは結構乗り物系ね好きなんですよ。うん、いいですよ。はい、マーシャパンキンさん、ちょっと急いで帰っちゃったかなって感じですね。ちょっと、うん、はい、マーシャさんは結構、うん、X ウィングとかね結構宇宙の空間、まあちゃんと時間かけて変えたやつはかなりいいですよ、うまいですよ。
はい、これもね全然カラフルでありです。はい、まあ枚数はちょっと頑張ったんだろうなっていう感じはしますけどね。お、これかっこいいですね。パラレルです。50シリ44番と199一緒に入ってました。あ、サイン。お、2って見えない2って見えちゃうとね、うん、サードでしょ。せーの。あ、スナップさんの99シリだ。これいいですね。39の99。スナップさんね、最後あーって感じでしたね。はい、スナップさんもね、うん、ベストがまあ船尾くんほど汚くはない感じですよね。でもまあ、うん、7からぐらい。これなんて書いてあるの？積水ハームって書いてない？あ、違う？あれ？これなんか日本語？今気づいた。あ、違うね。積水ハームか。はい。ね。新しい発見かと思っちゃいました。はい、サインとスケッチが出ましたね。で、サインがスナップさんですから、まあ、箱としてはまあ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 、まあ、はい、これも199。これも箱1ですよね。はい。お、99が2枚目ですね。15番。はい。ということで、1箱目、スケッチとスナップさんのサインですね。はい。勤務先は積水ハームだったそうです。建設業だったんだ。よいしょ。はい、で2箱目。よいしょ。はい、でまたね、全部開けてからですんで、1分半ぐらいね、飛ばしてください。で、まあたまに言うんですけど、今日ちょっとお電話あったお客様がこのパック開いてる時に雑談してる店長のあの聞いちゃいますってなんか情報を言ってくれないかなみたいな感じでね。あと、うん、特に言わないっす。はい、いや、昨日はね、ほんとすごい量を梱包しました。よいしょ。今日も非常に多かったですね。よいしょ。最近、山本さんはもうこの半年前ぐらいから、うちに来るときは、あの、カートを空にしてくると。それでも2回ぐらい往復しますよね。うちもなるべくこう箱をちっちゃい箱にして、まあ、空洞があまりないような、まあ、梱包材がギリ入るかなぐらいの大きさの段ボールに変えてあげてるんですけどね。なるべくこうかさばっちゃうじゃないですか、荷物が。まあ、それでもやっぱり結構ヒーヒーね、ゲゲーって言われますから。こんなにあるの。はい、じゃあ2箱目いきます。はい、おじいちゃんの99シリですね。はい、ぶら下がりパルパティン。
まだないね。これは99かな。30番。あ、あ、ちょっと待って。これなんだ。10だ。見えちゃってるけど。8番。はい。さあ誰でしょうかって見えちゃってる。はい。もういいや。はい。カエロレンの10シリの8番。これ何？ああ、キンワッペン。はい。ゴールドですね。おお、かっこいいな。ほら。ゴールド枠ですね。やっぱ小尻出やすいですね。8の10です。各ボックス、マスターワークのワンパック半ぐらいに近いんじゃないですか。何かしらこう、まあ、シリアル系とかが出やすいかなみたいな。だって3個ぐらい開ければ多分シリアルオート出るでしょ。するとまあマスターワークに近いんじゃないって方。まあただメンツが限られてるっていうところと、あ、サインですね。うん、2って見えない。はい、せーの。ブーリオ53の99ですね。あ、ブーリオってあれか。はい、ちょっと、うん、刃が突き抜けちゃったっていう感じのね。はい、トカゲ先生ですね。はい、ちょっと知的ですよね、カメラ目線が。うん、学びたいですね。はい、ということで両方99シリのサインでしたね、ニヤコ。はい、それとスケッチが出て、ニヤコ目はワッペンが出てるんで、ワッペンが出てスケッチが出るっていうのはまだ見てないですね。でもカイロレンの10ですからね。ワッペンもいっぱいいるでしょ、多分。でしょ。あ、これか。このキャラなんだ。よいしょ。絶対悠々白書出てるいそうです。一応出るものはもう出てしまいましたね。あとあるかな。はい、パズルは真ん中8番だ。はい、199座禅ですね。199の199ですね。ラストナンバー。はい。で、終わりましたね。まあ、2箱目も、カイロレンのね、このワッペンはいいですね。ゴールドですから。通常はシリアルがないですよね。はい。まあ、多分通常はかなりの枚数あるんじゃないかと思いますけどね。非常にいいですね。はい、それとサインがよいしょ、両方99枚限定でした。まあ、それと1箱目のスケッチ、まあ、スナップさんはいいですね。はい、ということでね、またよろしくお願いいたします。はい、面白いですね、やっぱね。はい、ありがとうございました。